で、この飯を食ったという時間が果たして京都出るか吉と出るかな。そうですね。だってあれ一個の順番の違いだけで全然違うじゃん。あ、そうなんですか。そう、テレビやってたよ。なんか並んでて、はい、今から並ぶって時に前に誰かにこう並ばれてなんか抜かれたと思って買ったらオフ当たるとかもあるから。じゃあ本当に番号の、そう、一つでも全然違う。桁一つでもう運命が左右されるわけですね。今回我々は持ってるのか持ってないのか。これ本当に出ちゃったらどうしますか。で本当に出ちゃったらもうそれはそれでめっちゃいい動画になるしね。こっちスクラッチ。そうです。じゃあまずスクラッチ50ぐらいどこか。よいしょー。あとボギ付き。スクラッチを50万円分だけ欲しいんですよ。じゃあこれをちょっと50万円分欲しいです。多いので、ここから出して、はいはいはい、ちょっと一旦ここまで持ってて、あ、待ちます。はい、今って1頭も100万なんだ。なんかもっとなかったっけ、スコラムシって。ありましたありましたね。はい、でこれ一発1頭当たればじゃあこれはまあ取り戻せると。そうですね。どれぐらいの量なんやろ。結構なものだと思うな。なるほど、多すぎるからって言ってましたからね。だってあれ1個が10枚でしょ。はい、ということは100束送るわけだ。はい、結構や。結構まあ、ここのおっちゃんが180枚やって、はいはい、当選が3万ちょっとだったよ。1枚300円でしょ。180枚ってことは、はい、5万いくら使って5万4000円使って3万円か。はい、まあまあまあ悪くはないですよね。そうですね。じゃあ削りますよ。なんで誰も来ないね。食ってくれるはずだよね。はい、俺もそういう風に聞いてたんだけど。よいしょー、削るよー。縦斜め横どれでも同じ絵柄だったら当たり。削っていく。おっ、おやばい。3列ともにリーチ。3列ともにリーチとかもう絶対足が。おここは1列だけ1。これでもさ、絵柄的にはすげえ地味やな。地味ですね。ただただ削る。ひたすらですから。作業なのかな。そうです。お、2列リーチ。全部リーチあるやん。1列のみリーチ。ただリーチだけ残して、で、最後そのリーチを全部とりあえず削る。お、カムカム、こう、ダブルリーチ。結構出ますね。そうなんだよ。お、トリプルリーチ。これめっちゃ面白いじゃん。トリプルリーチ。トリプルリーチあるよ。期待させてくれるね。期待させてくれます。だって、全部で5種類しかないじゃん。はい。5分の3やん。そしたらほぼほぼ当たるじゃん。また宝くじでそこの2を出してくるけどね、大体。オーケー。とりあえず10枚は削ったから、はい、今リーチ全部いくよ。はい、1個目よいしょー。そう、斜めも違うな、違うな。よいしょよいしょ。おっ、そんなことある。おっ、5等当たった。200円。イエーイ。まあ、イエーイなのかちょっとよくわからんけども。いやー違う。おまた200円よ。今のところペース的には、ペース的に悪くないよ。1パックですよね。1パックで200円。でもじゃあこれでトリプルリーチいくよ。はい、クジラが来たら1頭、海藻が来たら200円、貝殻が来たら1000円。はい、お願いします。海藻だから5頭3枚あったわけ。まああとはこれをみんなに任せた。い
よいしょ。これはちょっと奥さんぐらい見てるわ。じゃあ果たして100万は何に入ってるか、お楽しみ。1万やってないですか。あ、もうその先生が10枚やってお帰りになられました。あ、そうなんですね。はい、僕はちょっとみんなでこれだけやってって言ったんで、ちょっと。はい、イルカのビーチじゃないですか。え、当たりました？ ZH って何ですか？なんかね、希望です、ただの。特に意味はないです。お、当たった。4等、1000円。え、あ、なるほど、よく見るやつ。1000円、はい、当たりました。当たりました。あ、元に100円だ。このパックすごいな。私結構くじ運いいんですよ。そうなんですか。はい、なんかあの二次会とかでビンゴやるじゃないですか、はいはい、絶対当たりますね。わあ、結構氷山の一角というか、なんて言うんでしたっけ。全然言ってる気がしない。わかりました。一人でいるとき大当たりしたら面白そう。はい、孫先生がこの後帰らないといけないということで、500枚分ちょっと削っていきたいと思います。ちょくちょくナースさんたちがお手伝いに来てくれるので頑張ります。ちょっとね、先生ね、休日なんですよ今。 YouTube もちろん大事なんですけど、家族サービスだからね。とりあえずね、今日のこの500枚分は僕がやりきりたいと思います。200円はね、すごい当たる。めっちゃ当たる。めっちゃ出てるし、さっきから。めっちゃ地味じゃない、この絵。どうしよう、1万円当たったんだけど、なるかな。え、これ1万円だよね。1万円だ。そう、先生、ここ斜めで1万円です。じゃあこれ最後の10パック、これ削ったらあとはちょっとナースさんたちにお任せしたいと思います。なんかリーチしててもさ、腹立たん。